イルマ森畑の戦いは60里、越街道付近の集落で行われた、旧幕府軍の庄内藩と新政府軍の天道藩の間に行われた、母親戦争の戦いの一つである。明治元年うるう4月11日、堺吉野城を率いる庄内軍が本堂寺に布陣した。前夜、吉川村に宿泊した、新政府軍はこの日のうちに、沼山に進んで、休憩した後に、 イルマ坂井、岩坂、松の木平で水卓の庄内軍と交戦した。新政府軍から戦死者2名が出て、流言寺に仮埋葬した。庄内軍は横港に陣営して、新政府軍は、佐賀江川を隔てて、吉川村に布陣した。うる4月11日、イルマ村あざ森畑に、進出して、辰ツの時から砲撃戦を始めた。昼過ぎに、庄内軍は溶かして、 水沢村あざやどかに進み攻勢に出た。また、本堂寺にいた庄内軍の一体が、佐賀江川を渡り、月岡から山越えして、小山道を通って、森畑の新政府軍を背後から奇襲した。この結果新政府軍は甚大な損害をこむり、敗走した。その際に、綱取付近にいた庄内軍の副兵の待ち伏せで、新政府軍は損害を出している。夕暮れに、 新政府軍300人が綱取りから進撃して、地山崎に来たので、省内軍は退却した。その時、新政府軍は、省内軍の英書である横、甲を焼き払った。省内軍が本堂寺から引き上げる時に、新政府軍が追撃して、本堂寺仮覧及び、月岡の12軒の民家を焼き打ちした。しかし、本堂寺集落は、名主ら3人の懇願によって、 焼き打ちを免れた。その後、新政府軍は沼山に戻った。一方、省内軍は六十里越を通って、省内領に退却した。戦場になった六十里越えの西川地区の集落は大きな損害を受けた。周辺の村、水沢村、綱取村、入間村の住民は、米の炊き出しを命じられて、うるう月十日より五月初めまで、薩摩藩、長州藩、 柴田藩、尾張藩、及び山形藩、天道藩に12,277職を提供した。西川地区の大半は、それまで幕府領であり、庄内藩は2月まで管理を命ぜられていたので、西川地区の損害に対しては、その後手当前を支給している。ありがとうございます。